お願いします。テーマ以上頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、トミーです。カンです。お願いします。お願いします。いや、どこだよ、ここ。じゃーっと、じゃーってなってる夏だね。はい、今日はすごいですよ。ここどこですか？高知です。高知の広いところにいますね。動画にはなってないんですけど、はい、なんか、飯食いながら話してて、でカンタがなんかね、今海外でこんなのが急上昇1になってんだよって言ってて、宇宙になんかその、はい、朝ごはんを飛ばすってやつ、ね、何してんのって思ったわけ、うん、なんかその YouTube 上の動画で、うん、僕結構昔から動画結構見てたけど、うん、宇宙を題材にした動画ってないのよ。まあね、バカじゃん。海外の YouTube は一味ちょっと違うわっていう意味で、うん、その時実は言ってたんです。日本でやります。ありがとうございます。日本でだから、だから高知すごいです。高知すごい。宇宙に今日物飛ばしたろうかなって合法ですよね。合法ですね。はい、何分か後には皆さんの宇宙の映像が流れておりますので、だから地球は青かったってみんな言えるわけでしょ。あのコメントに地球は青かったって言って大丈夫です今回はですね、はい、徳島大学の佐原先生という教授にちょっと協力していただいて、ああ心強すぎる飛ばしていきたいと思います、はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。お願いします。お世話になります。この地球を使って、はい、今日は、はい、まあ宇宙が見える成層圏まで大体3万3000メーターぐらいですね。3万3000メーター富士山10個分ぐらいですの飛行機が飛んでるのが1万メーターなんで。酸素はあるんですか？空気はあるんですか？もう大気はほとんどない状態になります。ああ、なるほど。え、温度は途中でマイナス70度ぐらいまで上がります。マイナス70度、はい、ありがとうございます。電波も切っとけば大丈夫。そうですね。あとは、お得意地が海上なので、うん、海上保安庁にも連絡を入れて、はい、許可を取って、そういう問題クリアした上で、はい、これが取れるという。そうですね。ありがとうございます、はい、で今回ですね、はい、何を飛ばしたいかと。はいはいはい、トミー君の iPhone なんで俺の iPhone、 俺がカンタの iPhone 宇宙まで飛ばすと。はい、そうする。え、壊れる可能性があるんですよね。だからそうですね、途中で気温があまりにも低いんで、そうですね、どうなるかっていうのは。あと、最後海に落ちるっていう。そうですね。すごい木ですね、彼にとって。どっちの iPhone を飛ばすかと、はい、いうことですね。行きましょう。行きましょう。いい、いい、もう、いい、いい。行きますよ。おい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 、ちょっと待って。なになになに、やってるぞ。あ、ほんとだ。やってんな。やってんなって、俺で。全部俺。行きましょう。行きましょう。はい。やってるぞ。早く飛ばしてね。はい。最初あげ、じゃけ、ぽい。あぶねえ。はい、こうでしょ。おお。ということで、やばー、お前これ行くんだ。これを今から宇宙に飛ばしていきたいと思います。やばいいな、いいいいな、いい。全然実にあんま嫌じゃない全然飛ばしてくれ。怖い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 。ここがなんかつるっといっちゃうので。怖い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 。ここ、いや僕らのせいでミスるの違うんですよ絶対これ。はい、じゃあ iPhone X を宇宙まで飛ばすまで、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。うわでも結局今はまだ始まったばっかり、はい、手回っちゃうけど、まあ、でもまだ始まったばっかりなんでね、はい、ここからねあいつがすごい冒険をすると、でその後落ちてきたのを船で回収するという流れですね、はい、僕らもね映像見れないんで、はい、もううまくいくことを祈るだけ、ね、祈るだけですね。
ました。ということでね、今何時ですか？今大体5時。ちょっと、ああ俺今日携帯触れねえんだねえから、うん、僕の携帯は戻ってきて、そしてその携帯が使えるのかと、そして本当に分かんないです。でまだね映像見ないんで、僕らはその映像がどんなものか分かんない。宇宙に行ってるのかどうかも分かんないんで、それも含めて今から聞きたいと思います。本当に今回協力してくださった皆さん本当にありがたかった。本当にだって宇宙にだって、やばい、ありました先生、ありました、僕の携帯あるじゃないですか、これすげえ先生、これ僕の、ね、あるんですか、すみません、完全に、おお、使えてる使えてる使えてる、いけるんですか、大丈夫です、全然使えてるぞ、ほら本当だ、え、すげえ。ということで、以上今日のミスター問題でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。